本日スロベニアが EU の議長国である重要な時期にこのフェイズ2運転開始期を迎えられたことは経済開発技術省のポチバルペク職大臣インフラ省のミヘリッチ副大臣在スロベニア日本国大使館の松島大使エルスのメルバール CEO 日立製作所の長野執行役専務をはじめとする関係者の皆様方のご尽力の賜物であると 心より感謝を申し上げたいと思いますポチバルシェク大臣におかれましては2018年のフェーズ2署名式でお会いして以来になりますプロジェクトの開始当初から本事業に対し大変なご理解とご協力を賜りましたこと感謝申し上げたいと思いますミヘリッチ副大臣には初めてお会いいたしますが引き続き本プロジェクトへの 多大なるお力添えをお願いいたしますメルバール CEO におかれましては2019年のネドの本部にお越しいただいて以来となります本プロジェクトはここまで進んでこれたのはメルバール CEO のリーダーシップのもとにおけるエルスと日立の協力のおかげだと思っております改めて感謝申し上げる次第でございます昨年に入って大流行した新型コロナウイルスにより 当初計画ししておりました日本側技術院の派遣が難しい状況となりましたが工程の多くをリモート化によって対応することにより両国の関係者の負担も大きかったところでございますがスロベニア側の関係者による多大なる協力もあり無事工事を進めることができました。 このような日本とスルベニアの素晴らしい協力関係により、本日フェーズ2の運転開始式を迎えることができたことをとても嬉しく思います。改めて、本事業に関係するすべての関係者の絶え間ない努力と献身、協力に敬意を表し、心から感謝申し上げる次第でございます。フェーズ2では、系統事故時に蓄電池を活用した自立運転によって、 地域の重要負荷の長時間停電を回避するアイランディング落雷などによる新時電圧低下から工場などの大口需要化を保護する新時電圧低下対策および系統安定化のための調整力を提供するアンシュラリーサービスをイドリア市内と BTC 地区の2つのエリアで実証いたしております。 実証運転期間中に運転データを取得し本実証事業の有効性を確認したと考えておりますので引き続きのご協力を賜りますようお願い申し上げる次第ですこれらの実証内容は電力品質の安定性やレジリエンス強化に資するものであり本事業の成果はスロベニアのみならず欧州諸国の含めた今後の課題である より高度で経済的な配電系統や需要化向けエネルギー管理に貢献できるものと考えております既にご存知だと思いますが本事業は昨年秋に世界各国のスマートグリッドに関する優れた取り組みを表彰するイスガンアワード2020において最高位である最優秀賞を受賞いたしましたネドや日本企業の 最有志賞の獲得は初めてであり本事業がこのような評価を得ることができたのはエルスと日立製作所から多大ななる貢献をいただいた賜物でございます改めて感謝するとともにネトとしても大変喜ばしく思っております来年は日本とスルベニアの国交が結ばれてから30周年を迎えるわけでございますが本日ご出席いただいている皆様 これまで本事業に携わってこられた関係者の皆様に感謝するとともに本事業の成功によって日本とスロベニア両国の関係がさらに強固なものになることを記念いたしまして私の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございました